霊現象に遭遇するたびに見えなくてよかったと思います。いやそうですよね、やっぱ見えないでよかったと思いますよ。はい、そのみんな飯、逆に見えないものだからこそ怖いってのもありますけどね。だから得体が知れないから怖いですよね。はい、そうです。だから有名な話で多分ルラロジでも何回か言っちゃってるけど、幽霊ってなんで怖いかっていうと何考えてるか分かんないから怖いのよ。だからあれなんだって、もう本当有名でごめんなさい、何回か多分ね重なっちゃってるけど、あの呪音のカヤコいるじゃん、あの階段からこうやってあーって降りてくるお化け。分からない、呪音見たことない。あの呪音でね、首が体中バキバキに折れてて血まみれで、でいう女の人が階段からこうやって這いつくばって降りてくるの、あーって降りてくるんだけど、その時に最初は監督さんはめちゃめちゃもう旦那に殺された恨みというかつらみみたいなのを想像してねっていうふうに言われて、分かりましたって言ったら怒ってんだけど生き生きしちゃったんだって。ってな感じでこうやって言っちゃって生き生きしちゃったから、ごめん一昨日の晩飯なんだったかなって考えながら降りてきてって言ったんだって。そしたら OK だと思う。いや何考えてるか分かんないっていう感じが幽霊は怖いんだっていうことで、得体が知れない感じがやっぱ怖いんだなって、はい、見えないから怖いと、死んでる人が見えてるという意味で怖い。あーね、そうそう、もう何でも怖いの本当に。アミちゃんが呪音とか着信ありみたいな失神しそう。確かにそれちょっと今度やりたいですね。いやー多分失神しちゃうと思いますよ、うん、謎めいた感じです、うん、見えないけど構ってほしい気がするとか、なんか舐められてる気がするって感じるから対応できなくなできるのでまだ怖くないです。でも見えたら絶対怖いです。まあね、あ確かにね、見えたら怖い。でも安心しますけどね、ある意味。うん、なるほど、得体の知れないか。ああ、そうなんです。なんかその、本当何考えてるか分かんない、うん。全部が謎に包まれたような状態っていうのが、まあ、幽霊の恐怖というか、怖さらしくって。僕ね、それは本当何回聞いても、ああ、なるほどなーっていうふうには結構思いますね。うん。うん。